フルーツジッパーの鎮西スズータ桜井結衣が、今日7日放送の読売テレビ日本テレビ系ダウンタウンデラックス、毎週木曜午10時に出演する。秋のデトックス祭り38連発、これってちょっとおかしくないですかと題し、ゲストが日頃のモヤモヤや鬱憤をぶっちゃけていく。岡田紗やか、春日俊明、オードリー、品川博 品川昭治、高橋みなみ、出川哲郎、鎮西桜井、三宅健がゲスト出演し、浜田正都に持論をぶつけていく。鎮西は、電車で次の駅に降りる雰囲気を出す人にモヤモヤする。座席に座っている方で、次の駅で降りよう降りよう詐欺みたいな人っていません。駅に着く頃に携帯をしまうとか、ちょっと席から浮いたりする。 あれは立ってる側の心理をもてそぶ行為と断罪する。